どうも、ちょっと手ぶれしてたらごめんなさい。今日6月1日に投稿してるんですが、今日はこのチャンネル11周年の記念日となりました。パチパチ。ちょっと左手使えないからごめん。11周年です。本当にね、長いことやらせていただきました。皆さんがね、普段動画使ってくれたり、応援してくれるおかげです。まあ、長くやってるんでね、かつて授業動画をね、見てくれてた方もいるかと思います。本当に皆さん、ありがとうございます。まだもうちょっと頑張るからね、これからもお付き合いください。で、せっかく11周年になったので、なんかしたいなって思ったんですよ。で、なんか、こう自分らしくできることないかなって思って、やっぱ思いついたのが、またかよって思うかもしんないんですけど、メッセージカード、プレゼントさせてください。手紙とかメッセージカード、手書きのものをね、送ったりとか、まあ、いただくのがすごく好きなので、今回もメッセージカードを送らせてもらえたらと思います。で、11周年なので、11名の方に今回ね、メッセージカードを送らせてもらいます。で、概要欄に、Google フォームのリンク貼りますので、そこから必要事項、記入し、ちょっと待ってね、左手がだるくなってきた。必要事項、記入していただいて、応募してもらえればと思います。で、今回メッセージカードなので、一言、バーンって書かせてもらいます。まあ、そこに余計なものを私が書くと思うんですけど、この一言欲しいですっていうのを指定していただけると非常に書きやすいです。例えばなんか受験を応援してくれるメッセージをとかよりは、このメッセージ欲しいって書いてくださると、非常に書きやすい。で、しかもそれを書いた上で、俺が余計なね、こう、頑張れよーとかっても書けるから、だからなんかそれを決めていただけると、当選しやすいかもしれませんので、よかったらね、指定してみてください。で、こういうメッセージカードのプレゼントとかたまにね、やらせてもらってるんですけど、年々、ご本人ではなくて、ご家族の方から、例えば、お母さんお父さんからお子さんに、プレゼントさせてくださいっていう方も多くなったし、兄弟で、妹にあげたいですって方もかつていました。そういうパターンももちろん OK ですので、その状況を書いていただければ、気持ちを込めてメッセージ書かせていただきます。ぜひ、応募の方お待ちしてますので、よろしくお願いします。で、期限が次の日曜日。いつちょっとテロップで出しておく。次の日曜日の23時59分までで応募期限にして、その後順々に書かせてもらいます。で、当選しましたよっていう連絡はしませんので、商品の発送を持って当選を確認という形にさせてください。で、おそらくちょっとね、6月仕事が立て込んでるので、ちょっと時間かかっちゃうと思うんですけど、6月中には送るようにしますので、ぜひ、待っていていただけたらと思います。まあ、もちろんね、応募していただいた方全員に書けるわけではないんですけれども、一人一人メッセージね、心込めて書かせてもらいますので、ぜひぜひ応募の方お待ちしております。よろしくお願いします。よし、ということで、12年目にもなりましたが、年も11歳、年を取りましたが、これからも、もう40手前だけどね、40手前だけど、まあちょっと駆け抜けられるとこまで駆け抜けて頑張りますので、今後もどうぞよろしくお願いします。それじゃあ、また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ、手ぶれ、ごめんね。